ネルソン級装甲隊巡洋艦は、イギリス海軍の装甲隊巡洋艦の艦級。後に、走行巡洋艦と称されるようになった。イギリス海軍は、適度な火力と防御力を兼ね備えた、海外警備用巡洋艦として、1873から74年度計画で、シャノンを建造した。同艦は後に、イギリス海軍初の装甲巡洋艦と称されたものの、 実質的には二等装甲艦というべきもので、また機関が故障しがちだったこともあり、低速で、公用性は決して高いものではなかった。このことから、1874から5年度では、機関の強化を図るとともに、並走も一部改定した改良型二隻が建造されることとなった。これが本級である。本級の武装、装甲配置、水線部の黒い帯状のものが、 水戦走行隊。蒸気の経緯より、本級の設計は、シャノンの発展型とされており、艦首水面下に昇格を持つ平、甲板型船体という基本形状も踏襲された。ただし機関部の拡大とともに、並走、走行強化の要望を受けて、排水量にして2000トンの大型化となった。水戦部には、長さ55メートル幅2.7メートルにわたって、 厚さ百五十二から二百二十九ミリメートルの装甲が貼られ、二百五十から三百三十ミリメートルの世材を装着した。また、その他の部位の装甲圧は、隔壁は百五十二から二百二十九ミリメートル、甲板の装甲圧は五十一から七十六ミリメートル、司令塔は二百二十九ミリメートルであった。艦型の拡大に対応して、ボイラーはスコッチボイラー十艦に増備された。 また高単性の観点から、推進機は、推薦下に、装備されている。手機はそれぞれ異なる形式とされており、ネルソンは2気筒レシプロ機関、ノーザンプトンは3気筒複式機関であった。最大出力は、ネルソンが6624馬力で、速力14ノットを達成したが、ノーザンプトンは、出力6073馬力で、速力13ノットと劣っていた。 高指時の石炭消費量から、後続性能は、石炭1,150トンを満載した状態で10点を、ノットで5,000回りを航行できるとされた。3本のシップ式マストという搬送は踏襲された。天板面積は2,300平方メートルであった。船体中央部の方角部は、上下2室に分かれており、上側には、主武装として、アームストロング射十25.4センチメートル前奏。 四場砲を単層砲がで、片元2機ずつ、計4機を配置した。少ない門数で一回を広く取るために、本級の25.4センチメートル砲の砲角は八角形状をしており、壁面が斜めとなる箇所に砲門を開け、片元2箇所ずつ、計4箇所の砲門が開けられた。砲角の下側には、副武装として、 イギリスのアームストロングセン2 2 9トル前装、市場砲を単層砲画で等間隔に片ゲー四4機ずつ、軽8機を配置していた。砲画は床面に線上に埋め込まれたレール上を移動することにより、広い社会を得ており、敵対位置により自在に訪問を選べた。他に近接火器として22口径9 5トル市場砲を単層砲画で6機と、 16口径 7.62cm 四条砲を単層砲貨で3機を搭載した。収益後の1886年に、ノーザンプトンは 9.5cm 砲と 7.62cm 砲のすべてを撤去し、代わりに上管誕上に、オチキス 5.7cm 規砲を単層砲貨で6機と、オチキス 4.7cm 規砲を単層砲貨で8機。 水雷兵装として 35.6cm 魚雷発射管を単装で2機を搭載した。また1889年に、ネルソンもノーザンプトンと同様の武装更新が行われたが、改装時期が遅かったために新たに 12cm 速射砲を単装砲画で4機が追加されて異なっていた。この時に、マストのトップが短縮されて1番3番マストには、 ファイティングトップが設けられて、耐水雷低用の落ち着きスキ砲が搭載された。ありがとうございます。